4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはブローデンジャラス。あと 200m、 先頭は河内サンライズ。残り 100m、 河内サンライズ先頭。2番手はメジロランバダ。河内サンライズ1着。河内サンライズ完勝。河内サンライズ1着。2着はメジロランバダ。これは桁外れの強さだ。河内サンライズ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってパワーファンシー、パワーファンシー先頭。あと 200m、 パワーファンシー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。パワーファンシー先頭。スパイネイル追いすがります。パワーファンシー、パワーファンシー1着。2着にはどうやらスパイネイル、見事に勝ちました。パワーファンシー、カワチシェル敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。Thank you.
さあいよいよ直線の攻防、最後の追い比べ。先頭はアルファキュート、残り 200m、 先頭はシラーク。アルファキュート一死に追いすがります。日高ルナパーク迫る、外から一気に桜スーパーを、シラーク、シラーク一着、2着にはどうやら日高ルナパーク、見事に勝ちました。シラーク、桜スーパーを敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はオートリーパサー、残り 200m、 先頭はオートリーパサー、イージーシチー一死に追いすがります。優勢トップラン抜けた、イージーシチー追いすがります。優勢トップラン、優勢トップラン1着、2着にはどうやらイージーシチー、1番人気に応えました。優勢トップラン見事です。さあいよいよ直線の攻防、先頭はファビュラスラフィーン、残り 200m、 一気に後続がやってきた。ファビュラスラフィーン先頭です。このまま押し切るか。2番手はアドマイヤメガト、ファビュラスラフィーン1着、ファビュラスラフィーン完勝。ファビュラスラフィーン1着、2着はアドマイヤメガト、1番人気に応えました。ファビュラスラフィーン見事です。